アイメイクを始めたいと思います。まずアイシャドウを塗っていきます。私はサナエクセルのゴールドシャドウを使っています。色はこんな感じです。これの明るい方の色をまずアイホール全体に広げていきます。次に目の下にも同じ色を入れていきます。次にソフィーナのオーブクチュールのアイシャドウを使っていきます。色はこんな感じです。私は基本ブラウンを使います。この2番目の色を目の中心から外側に向けて塗っていきます。次に3番目に暗い色を使って二重幅をその色で埋めていきます。結構大人っぽい感じのメイクで目をはっきりさせたいので、割とがっつり入れちゃって大丈夫だと思います。それではアイラインに入りたいと思います。私はラブライナーというアイライナーを愛用しています。まずは、まつげの間を埋めていきたいと思います。それでは次に、上からラインを引いていきたいと思います。ここまで引いたら、今回は大人系のメイクということで少しだけ跳ね上げたいと思います。こんな感じです。それでは次に涙袋を描いていきたいと思います。私はフィルメの、アイカラーを使用しています。涙袋は結構濃いめに描いてしまって大丈夫だと思います。次にこの上から、Kパレットのアイカラーを使って描いていきたいと思います。次にこの涙袋をもっとぷっくりさせるために先ほど使ったシャドウを使って影を入れて涙袋を強調させていこうと思います。私はいつも2番目の暗い色を使っています。こんな感じです。では次にマスカラを塗っていきたいと思います。私はベネッセのマスカラを使用しています。マスカラはダマになりやすいので
まつげコームで溶かしていきます。最後にジュエティという、今人気のファッションブランドのラメを、最後ここに目頭に塗っていきます。だいたい黒目の下あたりまでつけていきます。目元にラメが入ると、顔がそれだけでも結構明るくなります。こんな感じです。アイメイクが完成しました。キューティーチャンネルのチャンネル登録はこちらからです。